銭湯などでお風呂上がりの定番として長年親しまれていたあの商品が間もなくお別れ、惜しむ声が相次いでいます。小祝乳業は温浴施設などで販売されてきた瓶入りの乳飲料小祝フルーツの販売を今月31日で終了します。小祝フルーツは生乳にオレンジなどの果汁を加えた爽やかな後味を特徴とする商品で、販売している銭湯では特に子どもたちに人気があったということです。しかし時代の変化とともに消費者の好みが多様化したことで、近年徐々に販売量が減少していました。今回の販売終了について SNS には、温泉後はどうすればいいのだ、嘘と言ってくれなど惜しむ声が相次いでいます。小祝乳業の担当者は、反響の大きさに驚くとともに深く感謝したい、時代の変化により役目を終える時が来たと判断いたしましたとコメントしています。